久保さん、今回、詐欺の偽るとかの感じにしましょうか。偽る。いあのー、久保さんもいっぱい詐欺に遭ってきたと思うんですけど、頑張りますと。久保さん頑張りますと。何人消えてったか <laughs>。何人消えてったんでしょうね。実はね、今日ね、メッセージいただきまして、もう、あのー、 6年前ですか ?6 年前にメールいただいて、まあ、あの、ご相談いただいたんですよ。で、これから独立したい、して、どうしたらいいですかみたいなメッセージいただいて。で、久しぶりにまたメール来たんですよ、メッセージがね。で、まあ、あの、ワンツー動画も送ったんですよ、どうすかみたいな。そしたら、あの、4年前に、まあ、本当に独立して、今会社経営して頑張ってますと。で、ただ、頑張れた理由が、 あの吉谷さんがずっと発信してるんで、まあ頑張りました。これからも頑張りますと。で、たまに吉谷さんの商品買わしてもらってますみたいな。まあ、やってるんすだよみたいな。じゃあよかった、みたいな <laughs>、うん。なんか本当にあの昔の人しか知らない、そのちょっと商品がありまして、で、それのちょっとパスワードを教えてくれみたいな、来たんで、久しぶりに来たから、ねえ。 あのピンチなのかなっていうかやってないのな,なんかあのやってないのかなと思ってたんですけどや,やってるっぽいですねでやっててで今も継続に勉,勉強したいからみたいな感じだったんでまあよかったなと思うんですけど、まあ、みんなやらなくなりますからねなんかあの思うんですけど、まあ、会社に出社することはみんなやめないじゃないですかだけどなんか 夢かな、夢叶えるというか、夢叶えるっていうとね、まあちょっと壮大なスペクタクになるかもしれないですけど、まあそれが嫌で始めて、だけど嫌なことは続けられるんですよね。うん。希望、希望を持って始めたことはやめるんだけど、嫌なことは続けられるっていうね、何なんでしょうね。うん。だからまあ、うん まあ僕ネットビジネスこう17年もう18年にもう今年でなりますけどうんまあ僕がまあ一貫してまあお伝えできることは続けたら人生変えられるよっていう少なくてもねでその続けるっていうのもただ続けるだけではなくそこに思考して改善してえリカバリーしていくうんこれがダメだったらあれやってみるあれがダメだったらこれやってみるっていうのを まあ、10年以上やって稼げないってことは、まず、まあ、久保さんの事例を見てもね、うん、わかるとは思いますけどね。うん。だ僕が良かったのが、その、やっぱ、その、センスがあります。まあ僕もそうなんですけども、どう考えてもね、センスがあるように見えないじゃないですか。センスがあってね、天才だったらね、こんな本数やってないっすよ。<laughs> 一本でね、久保さんもそうですけど、僕もそうで、 一本ね。まあ、久保さんも、まあ、キットのやつは動画当たってますけども、まあ、100万回回す動画な、何万本も撮ってきて100万本、一本もないですよ。天才ですかセンサーありますかセンサーあったら何万本も撮ってれば1本ぐらい100万本、百万再生回せますよ。で、僕なんかは2万本公開してきてね、1本たりとも10万再生の動画ないですからね。センサーありますかないでしょ。ふふ。 センサーあります才能がありますか ?17 年一応やってますけど、全く才能ないですよ。<laughs> でも、才能なくてもなんで飯食えるのかっていうと、やってるからですよ。そんだけ。で、まあ、あとはまあ特殊、特殊というか他の YouTuber とは違って、まあ商品売ってるんで、そ、そこがちょっと違うところですよね。うん。だから僕の熟成さんでももう奥稼いだ熟成さん出ましたけども、 まあ、その熟成さんもね、まだチャンネル登録1000未満ですよ。ちょっと見てみようかな。多分ん、まだ1000未満だよな。1000いったか。まあ、今度ね、その熟成さんの商品出すんですけど、あ、まだ942人ですね。登録者942人です。はい、1000人未満で1億です。<laughs> 1億です。まあ、今度ね、対談取ってくるんですけど、そう。 うん。だからまあ、なんすかね <laughs>。ちゃんと勉強して、ちゃんとやることやってれば、いけますから。うんまあ、久保さんもね、強いて言うてもまあ、ね、自己アフリートだけで1億、まあ、それはちょっと古代かもしれないですけども <laughs>。まあ、少なくても自己アフリートセミナーを主軸に、 最初のブーストアップで80万でしたっけうん。でもみんなセミナーやらないですからね、言うても。僕もね、セミナーやりたかったかっていうと、やりたくなかったですよ。でも難しいこと、まあ難しいと思えることから始めましたからね。セミナーも人の前で立って話すって、なんかまあ難しそうだし、なんか嫌だし、なんかしくじったらっていうね、頭真っ白になったらどうしようみたいな、すげえ緊張もするしね。うん ドドキドキゾクゾクするし最初はね。でもそっから始めましたよ、僕も。もう本当に自分が表に出てこうやっていくって決めたとき、やりましたよね、セミナー。もう何百回もやりましたけど。まあコロナになってからもう止めましたけど。 うん。まあ、久保さんもね、あのー、未だに覚えてますけど、<laughs> 広島のね、あの、事務所で、そっか塾みたいなね、毎日セミなんかホワイトボードでね、みんななんか何か集まってセミナーね、ずっとやってましたけど、うーん。なんかそういうことやって稼げないってことは僕ないと思うんですよね。うーん。ぶっちゃけ本当に、ま、厳しい言葉かもしれないですけども、なんかそういうことをやってないですよね。うーん。 そうセンスがなくても天才じゃなくてバカでもアホでも1回ね僕書かれたことあるんですよあの動画を大量にアップして猿の一つ覚えですねみたいなこんなやつがどの子のっていうのあんまエゴサーチしないんですけどなんか1回だけ書かれたことがありましてくっそと。 猿の一つ覚えでも自由に暮らしたるぞっていう、逆にまあ、あの、悔しかったですけどね。そういうふうに言われて。うん。でも、まあ僕が一つ、逆に言うとキャッチコピーで、猿の一つ覚えでもね、自由な生活できるぞというところをね、証明していきたいなと思いますね。猿の一つ覚えで十分だと。猿の一つ覚えすらみんな、なんだ、できないんだから。 猿で十分だと <laughs>。猿で十分ですと <laughs>。でも俺は自由に、猿の一つ覚えでも自由に生きていくぞと。証明していきたいですよね。うん。まあもう書かれることはさすがにないですけどね。まあ昔、あの、何年前か3、3、もう4年前ぐらいですかね。うん。そう。まあまあ書かれたとしても、その書いた人より10倍やるんで大丈夫です <laughs>。 書いた人の10倍やりますからこれからも,も腹くくってるんでその腹のくくり方が違いますから正直そんな,なんか人のことあだこうだあの書いてるような人とは正直うんう、うん、まああの言論の自由ですからね自由にあのやっていただいてもいいんですけど僕は自由にやっていきますよこれからもだからしっかりとまあお客さんに対して あの、対応するし、なんだ、発信もするし、で、10年後も20年後もね、なんか、どんどんやればやるほど、なんか、研ぎ澄まされていくというか、マインドがもう、かっこたる、もう、ガチガチになってますね、僕は。うん、やればやるほど、これからもやるぞ、みたいな。でも、みんな、なんか、やればやるほど、挫折していくっていうね <laughs>。そう。 逆ですね。逆。やればやるほど、もっとやる、みたいな。やればやるほど、もっとやるぞ、みたいなね。うんだって、この億万長者合宿もね、やればやるほどずっと続くっていうね、無限ループですけどね。もう、合宿終わって何年経ったっていうね。だって、今、令和4年ですよ。で、億万長者合宿の本編って、平成最後の、平成最後にやったんですよ。で、令和今4年ですよ。<laughs> 本当しつこいですね。ね、久保さんもね。まあ僕もしつこいですけど。<laughs> 平成最後に億万長者合宿やって、今令和4年になったっていうね。<laughs> 未だにやってるって何なんでしょうね。面白いですね。まあ少なくとも僕はね、やるやる詐欺の被害者ですから、被害者が、うーあの加害者を作らないように <laughs>。少なくても僕はね、もうやるって決めたことは、まあ、とことんまでやって、 まあ少しでも何人でもね、吉谷さんがずっとやってるから、僕も頑張れましたっていう人を、まあ、作っていきたいですよね。うんやっぱ本当にみんなネットで稼ぐ情報を発信してる人はみんな消えていくし、で、なんか最終的になんか消えて、その、あの、昔やってたものを消,し消すんですよね。消すんですよ <laughs>。別にいいんですけどね。 うん。そう。僕はもう消さないですね。YouTube のアカウントが消されるんだったら、それはしょうがないけどね <laughs>。もう生きる、生きるエビデンスですよ。生きるエビデンス、生きる証拠として、僕は、あの、もう、腹くくってやってますから。うん、はい。いってらっしゃい。